はい、では皆さん、パッチノート 14.11 見ていこうと思います。あ、まずここですね。ソロ級に全く関係ないので、適当に紹介しますけど、今ね、スワップして両チームが交戦しないレインスワップっていう戦法がね、ありますわなと。特にプロシーンでね。で、タワー取ってみたいなことが強いから、まあ、タワーめちゃくちゃ硬くしました、トップレーン。で、これでできなくなるかといえば、そうではないらしくて、結局なんだろうな、ボットレーンのマッチアップ的にさ、耐えれませんみたいな時あるじゃん。相手がそう、極端で話すと、ホグ、ユーミ、対、ノーチラス、サミーラみたいな。もうこれ、もう生き残れませんわという、レンの時は、スワップして、まあ、レベル3ぐらいまで、ファームするみたいな戦法があるらしいっすけど、ソロ級ではできないんで、関係ないっすね。あ、で、ファーストタワーのゴールド報酬150から300になったらしいです。ちょっと嬉しいね。レーン買った時、嬉しい。ただトップレーン、ミッドレーンはね、よりタワー硬くなっちゃうので、まあ、折れるとしたらボットレーンなんかなって感じがする。はい、こっからチャンピオン、ケイトリン。コレクター IE でドミニク積んだケイトリンがね、トラップ踏んだ敵をワンコンしていくという、まるでバグのようなね、まあ、バグのようであって、ただ正当にダメージを出しているだけという現状でございました、このケイトリン。とにかく AD レートがね、全部高いんだよ、このチャンピオン。まあ、だからね、半端じゃないダメージが出るんだけど、そこを調整しました。ワンショットマークスマンじゃなくて、ちゃんと昔ながらの、たくさんオタラックしてダメージを出すチャンピオンにしたいですよと。まずレベルアップごとの攻撃速度、0.568 から0.594。でケイトリンってもともと確か攻撃速度のアップ率、全チャンピオンの中でもトップクラスに高かったと思うんだよね。だからレベル上がってくるとね、明確にエース速くなると思います。で、W 踏んだ敵に対してね、ヘッドショット打てるんだけど、ヘッドショットにね、追加ダメージがあるんですよ。それの AD レート 40 から 80% だったのが、で、W ランク上げるからね、まあ大体 80% だったんだけど、40% 固定になりました。まあダメージ大ダウンですね。増加 AD の 40% が削られます。まあ、ダメージも結構減りますわなと。で、R の増加 AD レートもダウンと。まあ、R はそんなかなって感じだけど、W のナフは相当痛いよね。まあ、ワンコンビルドはちょっと厳しいかなと。プラスのインフィニティエッジとね、コレクター両方直されてるから、今回のパッチ。あ、コレクターはね、なんか書いてないらしいけど、先に言っとくわ、脅威が下がりますね。脅威下がる分、ちょっとナフなんだけど、普通にエースビルドやるのがいいんじゃないでしょうか。インフィニティエッジから、まあ、ファントムダンサーとか、まあ、そのあたり行くのが、えんちゃうって感じ。ファミール。まず Q 使った時の移動速度アップが 5% ダウン。まあ、これによって、まあ、追いづらくなるし、下がりづらくなるという感じで、まあ、結構ね、嫌だねって感じ。うん。あと W もちょっと当てづらくなるかな。MS アップで無理やり当てに行くから。で、R の捕まえた敵に対してね、オータラックで現在体力割合と、あとベースダメージ、オンヒットのダメージがあるんですけど、そのオンヒットのダメージが大きく下がりました。15ですね。ウルト使った瞬間、オート、Q、オート、オートぐらいをするので、まあ、それだけでも、まあ、50とか60ダメージ下がるのかな、まあ、つっても、まあ、まだ強いんじゃないかな。まあ、ロックレベル段階でのキルラインはだいぶね、キルしづらくなるけど、まあ、まだ全然強いんじゃないかなって、思います。後期、まあ、これはもうね、適用済みの、やるつなので、特に何も言いません。Q のバフ、E のバフ、R のバフです。で、後期ね、統計見る限り、やっぱりヘールブレードで脅威持つのが勝率良さそうですね。って感じ。まあ、ちょうどいいぐらいのチャンピオンになるんじゃないでしょうか。まあ、インフィニティエッジがね、直されてるのがちょっと悲しい。コレクターも直されてるのはちょっと悲しいけど、まあ、悪くないぐらいだと思います、このチャンピオン。ドレイブン。このチャンピオン意外と弱くないらしいですよね、ライアット的に。初手、ブラッドサーサー、知見持てば悪くないよっていう話らしいです。それは置いといて一旦バフ。デッドした時、パッシブのスタックがね、75% 減ってたんですけど、50% になりました。減りづらくなったって感じかな。あ、で、これ、マイクロパッチで、まあ、ホットエックスでね、キルごとに獲得する追加ゴールドを40から10に減ってますと。で、キルごとの追加ゴールド、10だったのが25になりましたよと。はい。まあ、ナーフじゃないですかね。前と比べる。まあ、ナーフでしょ。デッド前提みたいなさ、デッドした時損しなくなりますよって調整はまあ弱いでしょ。別に関係ないでしょって感じ。まあ、これも実装済み。Q のベースダメージがこう下がってる。はい。で、ドレイブンね、正直言ってだいぶ今ね、あまり強くないんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、まあ、知見初手に積んだとして、で、その後コレクターと IE ってまあ大体積むんだよな。両方積むんだけど、せめて IE は積むんだけどさ、ナフされてるから、まあナフだろうねって感じ。GP、体力アップ、アーマーアップ。これはいいですね。まあ、2% ぐらいここだけで勝率上がりそうなもんだけど、まあ 1.8% とか上がりそうなもんだけど、こっちも IE が直されちゃったので、IE とコレクター両方直されちゃったので、寂しいですよね。まあ、今のブランナビルドとしては、まあ、トリフォから、まあ、IE、もしくはコレクター、
って感じだけど、きっそうって感じですね。はい。な、ベース AD アップ。で、9の AD レート、10% アップ。これベース AD 増えると、上がる要素としては、ドスカイのダメージ、トリフォのダメージ、特にナーはトリフォ積むからね。嬉しいよね。まあ、かつ、この9。9はね、これトータル AD レートなので、9のダメージも若干伸びるんですよね。だからまあ、よかったねって感じ。まあ、トリフォ持つし、ナチュラルにまあバフだよねって感じですね。まあ、そんな大きなバフには思えないけど、まあ、結構な先ラシ安定するチャンピオンなので、まあ、練習する価値はね、まあ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 、なくはないかなって感じ。FA、黒煙の統治で勝率が上がりました、と。なので、99、最大体力に対するダメージがダウン。で、9E の EP レートが 10% ダウンっていう感じですね。まあ、まだいけそうだけどね、なんかフェイの根幹的な部分はあんまり振られてない。なんかスキルセットがね、やっぱ結構強いと思うから、どうだろう、これでウェーブクリアが劇的に遅くなることあるかな。なんかあんまなさそうだから、まあ、まだいけそう。だからもう体力高い敵に対してのこの救急でポークするの結構強かったから、そうだな、1.5% ダウンとか、そんぐらいするかな、大体。まあ、まだ全然いけると思うよ。イレリア、体力、レベルアップごとの体力が結構大きくダウンですね。勝率 1% 以上下がりそうなもんだけど、まあ、イレリア今ね、強いね。まあ、特に王権が強いから、まあ、結構強いんだけど、ナーフっすね。まあ、ちょうどいいと思いますよ、これで。ミッドにで使いましょう、イレリア。ミッドの方がやっぱキルしやすくて、やりやすい。はい、次、ジンクス、レベルアップごとの攻撃力、ダウンと。結構痛い。これ結構ね、勝率下がるんだよな。ジンクスってレンジ長いから、めっちゃオタックする回数が多いんだよね。他の ADC と比べて。ここ下げられると結構勝率下がるだろうなと。まあ、インフィニティッチもナーフされてるし。で、ここで一回話しておきたいのが、まあ、今後 ADC はね、結構オンヒット系返ってくるんじゃないかなっていう気がする。それこそ王剣とかクラセレとか、使うタイプのマークスマンが返ってくるんじゃないでしょうか。まあ、特にバルスかな。で、カーサス。まあ、黒煙の統治ナーフされてね、勝率大体 51% ぐらいになったんですよ。なんだかんだね。まあ、でも、結構高かったので。あ、で、そう、黒煙の統治のナーフね、結構実は良くて、すげえバランス取れたアイテムになったんだよね。実は。まだみんな OP の印象が強いと思うけど、今ね、まあ、普通にいいアイテムっていう感じぐらいだね。でも、カーサスはね、抜けて強かったから、ナーフ。9のダメージが下がってるね。2から6だね。で、これね、単体1つ出ると、ダメージ2倍になるので、だから4から12ダメージ下がってますよと。で、これめちゃくちゃ痛いね。まずこのジャングルの周回速度多分結構落ちるし、1対1も割と弱くなる。9って本当にめっちゃ連打するスキルだから、1秒にまず2回打つから、その連打するスキルのダメージ下げられると、めっちゃ痛いよね。めっちゃ痛いよねってことで、前なんかね、9のダメージ増えた時さ、勝率 4% 上がったらしいのね。もしかしてこれ 4% ダウン。まあ、言い過ぎかもしんないけど、まあ、相当下がるだろうね。3% ぐらいは下がるんじゃないでしょうか。で、ソロレーンもきつくなってるってのが、これ嫌なところですよね。ボットレーンも。カチックス、なんか思ったより弱くなっちゃったので、バフしますよと。まあ、ファーストストライクね、が優しい向きじゃなくなっちゃったから、ちょっとめんどいところはあったよな。まあ、収穫あるから、まだましだけど。9の物理ダメージが10アップ。これめっちゃでかいですね。まあ、9って孤立した対象に対してダメージが 2.1 倍になるんですね、これ。だから、めっちゃでかいです。ダメージ20以上上がってることになる。レベル1から。周回速度も爆速になるし、爆速とは言わないね。相当速くなるし、1対1もめっちゃ強くなる。そうグッド。バフ。これカジックス見ることを、不衛はしないと思います。不衛はしないと思うんですが、強いですね。はい、カサンテ。まあ、タンクじゃなくて、ちょっとファイター要素の方を足していきたいですよと。キュロマのコスト28から20だったのが20。めっちゃいいね。まあ結構昔こんなんだった気がするけど、まあ、いくら Q 打ってもマナが減らなくなりました。で、W はナーフ。ダメージ軽減率が、チャンピオンレベルに応じて40から65だったのが、30、なんと。下がってますね。下がってる上にスケールもしないと。だからあんまりダメージは弾いてくれません。しかも、1.5 秒、維持できてたのが、1秒になりました。はい、だから、集団戦ちょっとむずいよね。ダメージ、一番敵のど真ん中突っ込んで、W でめっちゃダメージ受けて、まあ、みたいな。プレイがすごいしづらくなったな。まずダメージ受けるしね。結構。で、オールアウトした時のダメージ軽減率も、まあ、ダウンですね。とにかく柔らかくなってますよと。その代わり R の体力回復量が全ランク帯で 5% アップということで、まあ、6レベルのね、キルポテンシャル自体は高くなってるのかなって感じだね。まあ、スキルセットはね、相変わらずまあ優秀ですので、まあ、練習した人は練習したらいいんじゃないでしょうか。どうなんだろうね。ソロ級だった
ったらまあ、あーまあでもナーフかな、さすがに。いやどうだろうね、まあ使いたい人は使ったらいいんじゃないでしょうか。そんな超ナーフとは思わない、超ナーフとも思わないけどって感じぐらいかな。なんかソロ級向きになった気がするわ。ルル、あーまあバフですね。 R のノックアップ効果時間が 0.75 から1、まあ微増ですね。でこれ豆知識というか、実際どうかわかんないけど、なんかルルのノックアップってテナシティが効いちゃうらしいんですよね、なぜか。だからこの秒数が伸びても全然意味がないという噂を聞いております。でクールダウンも短くなったね。でこれね悪かねえんだけど、なんだハードキャリー系、あの IE プラス AS 積むようなキャリー、ジンクスとかがまず直されちゃってるってのもあるし、もちろんあれアフィルスとかのナーフにもなるしね。あーだからどうなんだって感じ、そんな出したいかって感じですね。で今ねサポでね強いとされてるアイテム一つあってさ、あのヘリアの残響ね、ヘリアの残響とあのドーンコア、まあ、特にヘリアがめっちゃ強いよねって話になってるんだけど、ルールね相性悪いんだよな。だそれちょっと持てないから、ルールはまあ微妙かなって気はするね。はい、まあ3位、リーサルサグル勝率がめっちゃ下がったということで、いろんな基礎数がめっちゃ伸びました。これ強いんじゃないかな。でマスターはヘルベルードっていう選択肢もあるわけですから、強いんじゃないでしょうか、このチャンピオン。普通に強そう、面白いからやってみてもいいんじゃね。はい、まるでナフですね。まずパッシブのダメージ、ジャングルモンスターに対してアップしたらしいです。ただ DPS はダウンと。で9の、このチャンピオンレベルに落ちてうんちゃらかんちゃらアップ、これね1から4はダウンだね。で5から13レベルぐらいまでは、違う、5から11までは微増なんだっけな、ちょびっと増えてて、でその後下がるみたいな、そんな感じです。もうダメージの下がり幅としては、確かに5から11はねちょいバフなんだよな、それ以外の時間帯はナーフみたいな感じだったと思います。9イーブンぐらいの殴らいする相手には、まあ、ちょっときつくなるかもねって感じ。もともと余裕だった相手は相変わらず余裕だと思うし、まあ、マークスマンとかもまあいけるでしょうって感じだな。でジャングルモルデに関しては、まあ、勝率見てみてかな。うん、 50% 超えてんだったら強いよ。 50% 超えるなら強いですね、モルデカイザージャングル。はい、波、まず AD がなぜか3アップね。で W のマナコスト20ダウンマックスランクで、これめっちゃでかいね。とにかく W のマナコストが重いんですよ、このチャンピオン。でそれが軽くなった、これソーグッドですね。波の W って確か単体のヒールスキルで一番でかいんだよね、回復量。嘘かもしんないけど、めっちゃでかいの。それをねたくさん打てるってだけでもうめっちゃ強いし、さっき言ったけどヘリアの残響詰めるし、ムーンストーン詰めるし、ドンコアも詰めるの、このチャンピオン。来ますね、来ます、皆さん、このチャンピオン。今サポーテンチャンターで一松井で、 R のスローは 70% にアップ。いいね、嬉しい。ランク3のスロー値をゲットすることができます、めっちゃ嬉しいじゃん。ナミ強くねって感じ。ナサスレベルアップごとの AD 3.5 から4、まあ、これはねトリホが完全にコアアイテムに含まれてるナスにとっては嬉しいですよね。でこれは人によるんだけど、2手目ドスカイの人も結構いるのね、高齢との中で。だからいいじゃんって感じ。ドスカイもねベース AD 関わってくるからダメージに。で E のマナコスト、なんとランク1から10ダウンしてマックスランクで30ダウンと、これ超でかいですね、これ超でかいですね。いや本当にもう超でかい、このパッチで一番でかいと言っても過言ではないです。まあ、ナサスね、人にもよるんだけど、だいたい E をランク3ぐらいまで上げるパターンって多いのよ。 E のダメージ上げて CS 取りつつハラスすると、だ辛い相手にも勝てるようになったりするんだよね、 E を上げることで。でもマナがめっちゃきついってのが欠点だったんだけど、もう20ダウンやばいっしょって話。え、そう、今ね、これね、完全にラウンド差に先を越されてしまったんですが、灰あるじゃん、灰。仮面の素材になってる灰ね。あれ持つとですね、レベル5の時点で、まあ、E のランク3の時点で声ミリオン満帆できるんですよね。E だけで。で、それだけでまずゲームのテンポ、ウェーブの主導権掴んで、で暇な時間で急でファームするっていうことがなさずできちゃうんですよ。で超プッシュ早いのね、今のなさすって。しかもマナ軽くなったし。今までまあ苦手だなこの対面と思ってたやつもだいぶ耐えやすくなりますね。そうグッドバフ使いたいね。はい、オーン、あまりにもみんながね、あの強化できるアイテムを買わないせいで全てのアイテムを強化できるようになりました。 AD と体力付与するアイテムだったら1000ゴールド分500ゴールド500ゴールドでステータスを付与するっていう感じになってます。でここで大事なのが、あのねマナついてるアイテムは基本強化しちゃダメだと思ってほしいかな。あのマナ増えるのって弱えのよ、何も変わんねえから。極力ね、まあ、めっちゃキャリーしてる名所だったらいいよ、まあ、それいいんだけど、例えばなんだけどさ、セラフ持ってるやつはね
多分あんま、あまあ悪くない、スキルエースも増えるから悪くはないんだけど、マナついてるから微妙で。だったら、シャドウフレーム持ってるんだったら、そのシャドウフレームをね、1に、一番のスロットに入れてもらえれば、あの、シャドウフレーム強化できるから、多分こっちの方が絶対強い。普段魔法防御貫通も増えるし、魔力も増えるから。からデスキャップとかも最高。デスキャップめっちゃいいんだよね。デスキャップやばい。多分ね、一番強いのデスキャップだと思います。で、多分ね、あの、スロットの、若い番号から強化されるってのは変わってないと思うので、なんだろうな、明治使ってる人は、明治とかサポート使ってる人は、あのマナがついてないアイテムを一番スロットに入れてください。皆さん覚えておいてくださいね、これ。はい、次パンテオン。で、急に AP 入れと足されました、チャージした時のやつで。 R の押してきた時のダメージは急のチャージした時のダメージと一緒なので、 R にも AP 入れとが足されます。超どうでもいい。で、 W、 これちょっと仕様変更みたいな感じ。前はベースダメージ普通にあったところが、対象の最大体力割合になりました。まあ、これね、まあ、ほぼ変わんないか減ってるぐらいですね。レベル、だからね、ランク1で対象の体力がね、900以上あったらダメージ増えるんだよ。で、多分900超えてないから、ナーフで。まあ、大体全時間帯ナーフ。で、マックスランクになると、いくつだっけな ?2800 か900ぐらいあるとダメージが増えます。だから、ファイターに対してはちょっとね、ちょっとバフになる場面もあるって感じ。体力を積むファイターとか、クローンとか積むやつに対してね。はい。で、モンスターとミネルの最小ダメージ。まあ、ジャングルモンスターに対して追加ダメージというか、まあ、ダメージ増えます。はい。で、E。あれ、強化 E ね。強化 E した後、4秒間、アーマーテイマールが増えます。あ、これはいいんじゃないかな。足速くなりつつ、アーマーテイマールもアップと。まあ、いいんじゃない?まあ、なんも変わんないっすね。サミーラ。これも適用されてる内容だね。AD 下がってね。W がナーフされて、で、R もナーフされてと。で、さらに加えてコレクターとは E がナーフされたので、サミラだいぶきつそうですね。はい、新指導。Q の AP 入れと 5% アップ。R のクールダウン。ランク3のやつになりましたね。これめっちゃでかい。新指導って R あるときは最強で、R ないときはゴミなので、あの、スウェインと一緒なんだ、このチャンピオン。これはでかいね。ドラファイトを着た、ヘラルドファイトを着た、ウルトナイーってもう戦えなくなっちゃうので、これはすごくでかい。でかいと思います。まあ、勝率にはほぼ変わってこないと思うけど。で、Q の AP レートアップは、まあ、いいんだけど、まあ、そんな変わんないかな。はい、スモヤン。マイクロパッチでね、AD 増えたり、基礎ステ上がったりしたんですけど、あ、違う、これさらに、55から57に増えたのが、さらに60になりました、ベース AD。で、これはね、もうね、トリフォです、皆さん。一周回りました。僕もずっと言ってきたスモルダー。スモルダーはベース AD が低すぎるから、トリフォはゴミだと言い続けた、きた結果、まあ、ベース AD が上がり続けまして、今、統計的にも初手の勝率一番いいのがトリフォーなので、で、タルクも増えて、リジェネも増えて、あ、これ実装されてるんだ、はい。で、クリティカル積んだ時の恩恵が全体的に増えました。あと、Q のマナが軽くなったから、まあ、多少マナ積まなくてもいけるようになったんじゃない?じゃあ、トリフォーかな?トリフォー、あ、いい?とか、まあ、そういうビルドになるんじゃないかな?タリア、Q の一発当たりのダメージが、序盤、大きく下がってて、後半はビダウンとなってますね。まあそうね、序盤のクリア速度が落ちてしまうと、タリア結構クリア早いんだよね、ちゃんとやれば。まあ割と、ジャングラーとしてはね、ちょっと難しくなるかなって感じかな。まだ全然いけると思います。でミッドにはそんなに問題なさそうかなって思いますね。はい、次、アイテム。コケの土地。これも反映されてますね。ベースダメージ大きく下がってました。まあこれによってね、ちょうどいいアイテムになってた。さっきも言ったけど、ちょうどいいアイテムですね。持ってるアイテム、チャンピオン、そんな OP というわけでもなく、ってぐらいになってた。カーサス確か 53% から 51.5% ぐらいまで下がってたからね。エッセンシリーは100ゴールド安くなりました。まあ、でもね、これをね、絶対欲しいってアイテム、チャンピオン全然いないんだよね。どうでしょうか。まあ、あまりつまれないんじゃないかなと思います。で、運命の範囲もナーフされてましたね。ただ、これを持つことによって、まあ、ナザスみたいにウェーブクリアがね、大改善するチャンピオンもいますので、まあ、持つことは、あるでしょう。で、仮面とかのドット派生行こうと思ったらこれ持たなきゃいけないしね。イモシ、今回結構大きな調整かな。途中からこのスケールが激しくするようになりました。イモシを買うんだったらそうだな、結構ね GA と同じぐらいの立ち位置なんだよね。もう育ってて、自分が育ってて死にたくないと、デッドしちゃいけないという時積むアイテムだね。だ、攻撃的な GA だと思ってください、このアイテム。でもね、5個飴にはまあ、積んだ方がいいと思います、このアイテム。さすがにシールド値がね、バカなんで。720シールドはすごいので、5、6個目には買った方がいいですね。
これ合わせて知見とかあったらもうね、どう倒すんって感じになりそうだよな。3手目とかに積むチャンピオンもね、全然いると思う。 2手目はあんまりないかな。3手目ぐらいだと思うな、大体積むとしても。あ、そう、ヨネとか、そうヨネね、これ多分コアアイテムに入ってるから。あ、いい。クリティカルダメージが 50% から 40%、 結構ダメージ下がっちゃうね。まあ、全てのマークスマのナーフですね。あとヨネとヤスのナーフですね。これによってさっきもちょろっと言ったけど、まあ、コレクター書いてないけど直されてるのも合わせてボンヒット系がちょっと来るんじゃないかなっていう気はするよね。死の誓いはホットフィックスライってました。ナーフですね、まあ、コスパいいからしゃあなし。あ、できました、シブ。このアイテム、まあ、だいぶ良くなりましたね。安くなって移動速度追加、 AD 上がって S 上がって、で、あの電撃のダメージも増えましたよと。さあこれでどうなるかだけど、まあマークスマンが積むことはねあんまないよねって感じで、なんかそのパワースパイクめっちゃ遅れるよねこれ積むと。マジでその連戦ただただスキップしたいだけなら悪くないと思うけど、これ持つのは、まあ、連の主導権をすごく大事にしてる、まあ、トップぐらいかな。トップの、まあ、クイーンとかベインとかあの辺りはまあ持てる余地が全然あると思うけど、普通のマークスまで持とうとすると、まあ、IE のパワースパイクとか王権のパワースパイク、オンヒット系で言うとそこをねすっ飛ばすことになっちゃうから、ちょっと厳しそうかなって気はしますね。まあでもどうだろう、実はめっちゃ強いとかあるかもしれないんで、皆さん統計を見てみてください。はい、セレーテッドダーク、脅威がねユニークじゃなくなってたっていうことで、まあ、バグだったのかな。まあ多分バグだったと思うんですけど、まあ、だからそれ重複しなくなりました、まあ、これを悪用してたのは、まあ、多分後期ぐらいかな。後期でねいるんだよね、セレーテッドダーク。この2本積んで、で E のアーマー減少で、まあ、実質トゥルーダメージを通すっていうやり方があったんですが、ただあの2個積むのも正直ちょっと眉唾でさ。だってあの後期ってセレーテッドダークからオプチュニティ行くんだけど、オプチュニティってめっちゃ安いの、ね、そのセレーテッドダーク2本積んでる時間でオプチュニティ完成させた方がよくねっていうところはちょっとあったと思うので、まああんまりやってる人いなかったと思うんで、まあ、どうでもいいっすね。はい、でジール直されてました。あと切り崩し、これちょっと熱いポイントで、体力 60% 以上のチャンピオンに与えるダメージが増加だったのが、あの 50% 以上に与えるダメージが 8% 増加になりました。これ結構いいよね、シンプルに増えるダメージ量、まあ増えてるから。これね使って一番強いチャンピオン、ズバリねとどめ刺す系のチャンピオンだね。あの体力が一定値以下になった時に与えるダメージが増えるスキルを持ってるチャンピオン、誰かっていうとまずガレンですね。セーフ者持つからナチュラルに持てる。そしてアーゴットですね。アーゴットもね典型じゃない、映画パス持ったので切り崩しをナチュラルに持ってます。あと何か言ったっけ、あとビエゴとかもね、あ、でもビエゴ結構いいと思うわ。どうなんだろう、ビエゴ悪くないと思うけどね。はい、アブゾーブライフ、弱かったら死んでバフですね、まあ、中盤の回復量アップ、持つもないだろって感じかな。まあ連戦してる段階ではまあ強いよねって感じだよね、アブゾーブライフは。で外戦はまず発動しないし、まあ、冷静沈着も、まあ、マナがないチャンピオン、マナあんまり余裕なチャンピオンだったら持つ必要ないし。はい、ということで今回のパッチノートの注目チャンピオン話していこうと思います。まずカジックスだね。カジックスはねだいぶ勝率上がりそうで、波、まあ、エンチャンターで一番熱いでしょうと。ヘリアの残響、ムーンストーン、ドーンコア、でこの順で積んでください。でナサスね、やっぱいい上げ、もうなんならもう EMAX にしちゃってもちょっと面白そう。まあ基本ね、灰だけ積んで取り放行くのが強いと思います。いやほんとね、序盤を安定させる装置って感じで考えるのがいいんじゃないでしょうか。いい上げと灰ね。で、ボットレーン全体の話でいくけど、まあクリティカル系、まあハードキャリー系、アフェリオスとか、まあケイト、特にケイトリンとかサミーラとかドレイブンあたりが結構大きなナーフを食らってるので、まあオンヒット系のマックスマン出てくるんちゃうかなって思ってます。でオンヒット系のいいところってパワースパイクめっちゃ速いんだよね。王権できた段階でめっちゃ強いから、バルスとか、まあ、ベインちょっとねむずいけど、あの辺はちょっと注目かなって感じ。はい、ということで今日はご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。じゃあバイバーイ。